酷な財政難に陥っているスペイン一部バルセロナが総額約75億3000万円の大損失に頭を抱えている。バルセロナは欧州チャンピオンズリーグ CL 一次リーグで敗退し、決勝トーナメント進出を逃すと、欧州リーグプレイオフでもマンチェスターユナイテッド、イングランドに敗れ、今季の欧州大会を終えた。スペインメディア、クアトロによると、バルセロナは CL と EL からの敗退は、サッカーで負けただけではない。欧州大会で敗退したことはクラブにとって経済的な面で大きな問題であり、デリケートな状態を考慮すると深刻だ、という、同メディアは CL 敗退によって最大5270万ユーロ、約75億3000万円の収入がなくなったと指摘。さらに EL の敗退でも最大1440万ユーロ、約20億6000万円の資金が得られなくなった。これは勝ち上がるごとに増える賞金とチケット代などの合計額であり、どれもこれももらえなくなったと伝えている。総額1600億円以上の借金を抱えるバルセロナは今シーズン開幕前にテレビ放映権の一部や子会社の株式を売却し補強費用を捻出。大きな賭けに出て、各方面からもう非難されていた。そんな中、高額賞金大会からの早期撤退はクラブ財政に深刻なダメージを与えるのは間違いない。ピッチ外では審判買収問題で厳しい追及を受けているバルセロナは本当の意味でチーム再建を実現できるだろうか。